ハローテニスファン、小野田道久です。こんにちは、鈴木孝夫です。こんにちは、杉山愛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回から、はい、愛ちゃんがメンバーに加わって、はい、MC を我々でやっていきたいと思うんですが、はい、ちょっと私緊張しております。いや、もう何回も一緒です。何回も一緒ですけども、なんか愛ちゃんが加わってくれてすごいとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、まあね、愛ちゃんでいいんですか？いいですか？いいですか？なんか呼び方がね、はい、昔からの呼び方になっちゃうんで、ここでは一応なんかプロプロとか言ってるんですけど、一応ね、まあね、一応まあでね、まあいいんじゃないの？まあいいよね、まあうん。ちょっとフレンドリーにということで、でね、まあ年齢的にはね、順番だけは。一番上で、ね、一応そういうの、いや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 、だって僕らのことは呼び捨てしてください。いい高尾で道で、そうしないとやっぱりあの視聴者の方も、まあ、そうです、なんでそう呼んでんのかなっていうあれなんで、はい、ですからまあ一応先輩ね、お姉さんということで、僕一応高尾プロとかやめたいんですけどね、うん、高って言ってるんですけど先輩だろみたいな声も、いやでもね、そういうね言えるというか言ってくれるのは道とあと松井うん、年だけなんです、ね、この2人だけは僕よりも年下だけどタカティっていう、そうなあとほとんど高尾くんとか高尾さんとかなんですけど、テニス界一応上下関係しっかりしてんの、まあ知ってるっちゃしてるんですけど、うん、僕は全然嫌じゃないですか、なんかねこの2人にだけおうみたいな感じで、でもまあ大会出身の方が多いじゃないですか、だからその辺はなんか線を引いてる感じはありますけど、確かに、まあここではね、ここではこういう形で、まあ、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、今回は女子プロの素敵なゲストちょっとお呼びしたいと思います、はい、この方です、どうぞどうぞ。嬉しい日比野直プロです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、お願いします。じゃあ私も愛ちゃんって呼んでいい？もちろんいつもはね愛さんって呼んでくるから、まあ、でもいつもはね、代表の今監督やられてますし、はい、まあ、シングルスでナンバーワンで活躍してもらってますので、ね、本当に100位ね返り咲きましたから、そうです、ね、去年この時期じゃないとちょっとトップ選手の方をお呼びするのは難しいということで、はい、早速来ていただきましたけれども、はい、東レの時にちょっとチャンネル出てくださいよって言ったら、あ、いいですよみたいな感じからスススッと、あれ先月言ったよなみたいな、もうあれうちの佐久間とやり取りしてんのかなと思って、早いなと思ったんですけど、すごい、来ていただいてありがとうございます。いや、こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。今日ね、ストロークでもちろんやっていきますけど、はい、試合もちょっと試合も控えてますので、はい、すごい緊張して、試合と同じくらい緊張してるんですけど本番とね、本番と、はい、なんか僕とシングルみたいな企画もちょっと書いてあったから、なんか台本にはあったね。あまあちょっと楽しく、はい、いろいろ日比野選手のいいところ聞いていきたいと思いますので、まずフォアハンド、バックハンド、はい、ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テニスプレーヤーを支えるザムスト。ザムストは様々な部位のサポート、ケア用品を展開しています。早速、フォアハンド、ちょっと打ってもらいます。はい、お願いします。はい。あ、はい、お願いします。まあ、コースはいろんなとこ打ってくれて大丈夫です。ラスト2球いきます。ラスト、どっから来ましょうか。まあグリップですね最初、うん、ちょっとどんな感じか見せてもらっていいですか。かなり熱い。そうですね、これでも結構薄くなった方なんですけど、オーストラリアに留学していたこともあって、はい、結構弾むコートでやってたので、なんか自然とグリップが熱くなってて、熱くなってて、でもやっぱり低いボールとか対応しづらいので少しずつ戻してはいるんですけど、でもまあ熱い方ですかね、まあ、今普通か。そうだね、これぐらいの選手は結構いますよね、女子でもね。テイクバックした時に女子の選手って結構大きいじゃないですか、うん、でも日比野さんそんなことあんまないなっていう、そうだね、ちょっと男子っぽいというか、なんかそんな印象あったんで、もっとグリップ薄いのかなと思ってたんですけど、結構がっつり、うん、しかも結構長くギリギリ持ってそうえ、これはラケットが長いんですか。いや、これラケットは普通のサイズなんですけど、すげえグリップ長く見える。そう、僕もこのギリギリ持つけど、ギリギリ持つ、私全然もうちょっと手前、ね、あいちゃん短め、短めだよね、短めか、うん、短め、ちょっと、うん、そうだね、ちょっとね安定感が欲しいから、ここの、うん、これで長く持つとグラグラしたり、うん、しないの。
でも私はなのでここちょっと厚めにして引っかかるように工夫はしてます。似てるの？ちょっと似てる。ちょっとこれやりすぎな感じ。これやりすぎだけど。バスケ的なやつ。見た感じじゃわからないですけど。うん、いわゆるここね、この僕もそうです。このいい意味でのグラグラ感がちょっと力を抜きたいなと思ってるんですよ。はい、それはある？リラックスしたいからギリギリ持つみたいなのは？あ、いや考えたことないです。始めた頃からこんな感じで、コーチに注意されてから、あ、私って長く持ってるんだって気づいたくらいで、特に理由があってっていうわけではないんですけど。なんかご自身でこうフォアハンドで気をつけてることってあります？フォアハンドで気をつけてることは、はい、結構それこそグリップが厚いので、こうさっき小さいって言っていただいたんですけど、テイクバックが大きくなりがちなので、はい、できるだけこう体のターンで引くように最近は心がけて練習をしています。じゃあ少しコンパクトにするっていう、はい、うん、なんか昔からフォームがめちゃくちゃ変わってるなって、変わってるのか、どんどん変化してったなっていう感じよりかは、うん、最初からこの形でずっとなんかやってる感があるんですよね。うん、なんかだんだん皆さんってステージ上がるためにフォームって変わっていくもんじゃないですか。もう毎週変わってたから、いろいろやってみたから、いろいろ。でもそうなりますよね。なる、そういうもんね。あとサーフェスによってもね、うん、ちょっとこう、ね、うん、位置を変えたりとかね、はい、うんうん、日本の大会とかで結構低い速いコートにどうなんか対策できるかなと思って、はい、こういろいろ今もまだ試行錯誤中なんですけど、うん、いろいろやってます。うん、でもう少し受けていただきましょうか。はい、はい、お願いします。しょう、もういいボール、うん、ラスト2球いきましょうか。お願いします。おラスト、うん、いやーなんかもう当たりがねえ、熱いよね。熱いですよね、うんうん、当たり前ですけど当たり前ですけど、それはね当たり前ですけど、うん、やっぱ特徴はやっぱあると思うんですよね、うん、選手によってね、このもちろん使ってるそのギアによってもちょっと音も当然違うだろうけれども、うんうん、僕は個人的な印象は日本人の選手の中では結構パワーヒッターだなって、その印象は僕持ってます。フォアは結構回転もね、うん、しっかりね、しっかりかけますね、うん、スピンケースもね。それもやっぱりオーストラリアで弾むコートで育ったっていうのもあると思うんですけど、ヘビートップスピンが私の武器でもあるので、ね、じゃあ高いところ打つのは結構得意なんですね。そうですね、日本ってどうしてもね、コートはあんま弾まないので、うん、低いところで打つからみんなこうしゃくり上げたりっていう形が多いですけどね、うんうん、あとはやっぱりなおの武器としてはこうしっかりとループを使いながら、はい、フォアでね、フォアのグリっていうので、うんうん、高さも出したりで、バックで早めでいったりとか、うんうん、そういうなんかいろいろな幅がある、いろんなバリエーションがあるんですね。結構回り込んだりはしますか？回り込みもしますね、うん、やっぱりこうバックハンドが得意なのでどうしてもバックハンドに頼りがちなんですけど、はい、やっぱり回り込みの方が相手を一瞬止められるっていう利点があるので、うん、できるだけ回り込むようにっていうふうに言われます、うん、フットワーク的なものは、まあ、男子もそうですけど女子選手ってかなり重要視するじゃないですか、うんうん、やっぱりね、なんかそういうフットワークで気をつけてることとか、どんなトレーニングするとかありますか？フットワークやっぱり最初の一歩をが大切だと思ってるので、はい、最初の一歩をこういかに大きく早く反応できるかっていうのは、うん、考えていて、アップの前のトレーニングとかでもこう、うん、入れたりはしていて、とにかく一歩目を大きくで、あと自分で微調整してっていうのは心がけています。すごいこうってやってるイメージが、愛ちゃんもそうですけどやってるイメージがやっぱり強いから、すごい女子の選手ってすごいフットワークに重きを置いてやってんだなっていうのがよくわかるんですよね、まあ、まあ、いかにね、自分の正しい位置で力が入るところで打てるかっていうのがあるじゃない、うん、ありますよね、うん、ちょっと真ん中のボールを少し回り込んだところを、はいはい、インサイドアウトで見せていただいて、お、球が速い、
ラスト2球いきましょう。ラスト、ヒッティングポイント的なものは、まあ、前当然前は分かるんですけど、なんかなんていうんですかね、まあ、一般の視聴者の方は、はい、よくこうでこうでって僕ら話すときにそれプロだからできるんでしょっていう話も多いんですよ。でもやっぱり打つ打点ってアマチュアもプロも多分いいショットって同じだと思うんですけど、なんかこう気をつけてる打点とかっていうのはありますか？うーん、回り込みで言えばどちらにでも打てるように構えてここにスペースを作ることで前で捉えられるかなとは思うんですけど、私も結構苦手なんですよね。試合になってくると結構打点がバラバラになってきてしまうので。どうですか皆さん。愛ちゃん、前ってね、昔僕らの頃は前っていくとこれも前だしこれも前だし、そうだ、ね、前ってどこが前なのみたいな話になるじゃないですか。なるんだけど、私の写真は全部食い込まれてフェイスがちょっと開いてちょっと開き気味になっちゃったりして一緒だ、うん、なんとなくその写真何回見たことある。フラット系、フラット系なのかなやめてよ。でもやっぱ前で捉えないと振り抜きが悪いじゃない、うん、そうだね、ここだともう抜けないですね、抜けないから上にしか行かなくなっちゃうからね。だからこう、うん、ね、なっちゃうじゃないよこう綺麗にね、気持ちよく、なんか試合中何本打ってたかみたいな ね。準備はどう？テイクバックとかも準備を早くするっていう意識はありますか？最近そこもかなり意識をしていて、やっぱどうしてもここで持ってる時間が私長いので、うん、こうギリギリになってしまうんですけど、有明のコートで戦うにはやっぱこうテイクバック早くしなきゃと思って、ボールがフォアだって分かった瞬間にもうテイクバックするように最近は心がけていますね。人によるのかわからないんですけど、はい、私は回り込みの時は逆クロスに多く打つ、まあ、向いて、向いて打つ、ストレートに打つんですけど、うん、あそっち、うん、皆さんはどっちとかありますか？なんかダウンザラインに合わせといてクロスに打つか、クロスに合わせといてダウンザラインに打つとか、人それぞれだと思うんですけど、そういう感覚ではない。でもやっぱり逆クロスに打てる体勢の方がこっちにも引けるよね。そうですね、体隠れますよね、うん、ちょっとね、うんうんうん、デュースサイドもそうかもな。両方いけるようなやっぱり体勢になると読みにくいよね、相手としてはね、あどっちに来るんだろうって、相手がどう思うかだからね。そうそうそう、なんかこうどうしても僕らって自分気にしちゃうじゃないですか、うん、自分がどう向いてるかってこと気にするけど、相手がね分からないっていうのはすごい大事だし、うん、多分今の選手だったらフォアの方で逆クロスに打ってちょっとこう外側に出したいっていうのが多分特に高いところはあるんですよね、うん、若干シュートさせる感じ、シュート、うん、いや、シュートさせた方が絶対相手取りにくいもんね、はい、うん、チャンネル登録よろしくね。行きましょうか、ちょっと回り込みをお願いします、はいはい、おーすげえとこ入る。よいしょ、ラスト2球いきましょう。よいしょ、スイングスピードやっぱ速いですね、うん、綺麗に回るな。まああくまでもちょっと個人的な解釈になっちゃうんですけど、ストレートの方向を、ストレートというか、回り込んでストレートか、はい、ストレートの方に打つときに、は海野選手は若干早めにスタートをかけてると思うんですね。この構えたところから早めにスタートをかけて、まあ、ちょっと引っ張るという印象が前から見てても分かったし、うん、逆にその、逆で、ストレートの方にしておいて逆クロスってこれ多分できる人いるのかな。いや難しい、ちょっとかなり難しい、ね、そうそう、手の作業でこうやっちゃうことになるんで、ボールによってですね、来るボールによって例えば周り子でギリギリ間に合わないときにこうやって逃がすときはたまにあると思うんですけど、例えば相手がネットに来ててもうなんか本当はストレート打ちたかったけど、うわ最後でってこういうことはあったとしても多分このストロークのところではやっぱりこの逆クロスをメインとしておいて相手がそっちにこうなんていうのかな、
傾いた時に逆にこのもしやったら引っ張るっていうことで、多分スイングスピードがある程度速くないと、これ遅いとあのヘッドがやっぱ出てこないから内側に入っちゃう可能性あるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。やっぱりアスリートなので、まあね、体幹とかトレーニングされてるから、はい、ここの軸がクッと回るっていうのは、はい、まあそれできますけど、うん、アマチュアの人がじゃあそれできるかって言ったらこの辺りなんか騙したくなっちゃうじゃないですか、うん、相手の逆を突きたい突きたいと思うけど相手の逆をついてって自分がなんか打てなくなるっていうのは絶対良くないからねここで力が入ってここで打てないみたいな隠してやろう隠してやろうと思ったら打点が遅れたとか全然ありえるからそうだからそれをあのしないようにするために多分逆クロス多分メインは逆クロスで絶対なるから、うん、なっておいてそっちに相手があの意識がすごいいったらたまにはねこう決めに行くとか、うんうん、相手が外側にいたらストレートに決めに行くっていうことをしてるんじゃないかなと思います、うん、ちょっとこの肩のこの向きとスペースを作るっていうのもちょっとアマチュアの方もちょっとぜひやってもらいたいですよね、はいうん、ジャムストということで日々のプロとスタテミラアンバサダーを務めるザムストさんの商品を紹介していきます。井上さんも、まあ、普段から、まあ、練習だったり特に試合の時はインソールを中心にザムストさんの商品使われているということなんですが、はい、いかがですか付け心地は練習試合トレーニング、はい、全てであのザムストのインソールを入れてしていて、はい、やっぱテニスはこう足からの力、はい、足ニスって言われるくらい、うん、足からの力を大切とするので本当にあの自分に合ったインソールを使えるっていうのはパフォーマンスにあの向上につながるので、うん、すごく支えてもらっています。日比野さんあのカスタムバランスというですねあのザムストさんの製品の中でも店舗に行って実際測って、はい、オーダーメイド皆さんも買うことができる、はい、やつなんですけども、はい、ザムストさんもう少し、はい、あの手に取りやすいというように、はい、あの高尾さんこちらです、ね、あの我々、はい、今までも紹介していますがフットクラフトというですね、はいまあ、セミオーダーというようなイメージで、はい、3タイプですねこの、はいアーチの高さが分かれているものがザムストさんから出ているので、はい、まずはここからというようなところで、はいまあ、タコさんもずっと使われていますが、はい、そうですやっぱり足元がしっかりすることによって姿勢がこうね良くなったりだとかやっぱりこう力が入りやすいとか結構僕なんかあの荷物をしっかり持って、はい、重い荷物持ってやっぱり移動したりもするので、はい、すごい大事な部分ですね、はい、そしてヒルニスタリストという手首のサポーターもよく使われているということですが、はいはい、テーピングだと少し締め付けすぎるんだけど、うん、でもちょっとサポートしてほしいみたいなところ、うん、時にフィルミスタは従来のサポーターより柔らかいので、はいうん、あのすごいガッチリっていう感じではなく程よくサポートしてもらってる感じがするので気に入ってつけてます。テーピングしかも技術がいるんですよね、はい、でもこれはこうピッピッて自分でね、はい、つけられるので強度をこう変えられるの で、 それがやっぱりいいですよね、はい、そして最近巷でめちゃめちゃ流行っている、はい、アームスリーブ、はい、特に片腕につける選手、はい、全日本でも続出続出して私も真似してますけども、はい、皆さんも練習の時は結構よく使われてるっていうことです、はい、もう大好きですね、はい、あの遠征にも6つセットくらいで持っていくくらい、一番の目的としては日焼け対策、はい、99% 紫外線をカットっていうことで、はいはいはい、あのそういう使い方もできるんですけど、うん、試合の時も着用する時があってその時やっぱりこう外すとあの疲れが違うなっていうのは実感してます、はい、本当に自分に合ったものを使ってもらったらこんなに違うんだっていうのを体感していただけるんじゃないかなと思います、はい、以上皆さんザムスト使ってくださいね。